皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんです。気持ち悪い、気持ち悪いんだったらやめますよ。普通に行きましょう。本日は私がなぜここまでオカマっていう言葉を嫌がってるのかについて本当の理由をお話をします。イエイ。過去を遡った方がいいですよね。そうしたらちゃんとしたルーツがあるからこそ嫌がるんで、それをお話をしますよ。なんでこういうことになったかというと、ちょこちょこ、青木さんはなんでオカマっていう言葉を嫌がるんですかってね、オカマって結構わかりやすくていいじゃないですかっていう言われるんです。時は遡ること、半年前、中堅 YouTuber 青木かのんはオカマって言われることが嫌い、ただそれだけを主張した動画を投稿したのであった。なぜあの時深く理由を話さなかったというと、頭が回りませんでした。半年前の私は少し幼かったですね。早速行ってみよう。11歳の時のエピソードをお話しします。それは小学5年生ぐらいの時だったんですけども、私はごく普通の少年でした。まあ、渋谷とかによく行ってたんですよ。今思うとどうなんだろうね、渋谷って小学生行っていいのかな、わかんないけど、当時 3,4 人ぐらいで歩いてたと思うんですけども、センター街あるじゃないですか、メインストリートですよ渋谷の。そこに名物おじさんがいたの。ツインテールをした、でもねそれカツラなんですよ。全然頭のサイズに合ってないし、色もなんかどぎつい色なの。フリフリのメイド服、身長180センチ以上あったのかな。とりあえずやばかったんですよ。そのおじさんをね、私たちは当時小学生の時見たらこう言うんですね。みんなでうわって、オカマがいいんじゃんって、オカマ気持ち悪い、私もね一緒になってね気持ち悪いよねっていう感じで言ってたの。そう考えると今なんであんなこと言ってたんだかなってね思うんですよ。完全に他人事として見てたから。まあそれもそうで、私は小学生の時は将来女子になるぞなんてね微塵も思ってなかったんですよ。そこまで自分の性別に嫌悪感っていうか、まあなるようになるだろうっていう感じだったから。でそっから私はオカマっていう言葉自体に褒め言葉の要素はないんだなって思ったの。オカマイコールどっちかというと悪口、ちょっと下げすむような言い方に使われるワードなんだなっていうのが、もう11歳のね青木少年はもう頭にインプットされてるんです。そんなこんなで私は中学生になるんですけども、部活っていうのがもう週7ぐらいであるから、え週7だったんだ当時。そう思うと結構スパルタですよね部活って。これ坊主頭で真っ黒な少年は化粧を覚えるんです。今思っておかしいでしょ。だってね、日焼けしてんですよ、もう真っ黒に。お母さんの肌の色に合わせたファンデーションを私が盗み出して使ったとしても全然おかしいの。でもなんかここだけね白いの、あれって3D じゃないみたいな。そう考えると私当時からモーニングルーティーンってやってたんだなって思いますね。今 YouTube で、まあ、女性 YouTuber 中心に流行ってるじゃないですか。私はこんな風に朝モーニングブレイクをして化粧をして仕事に向かいますみたいなおしゃれ動画、あれね出すと10万再生は硬いんじゃないかってねみんなこぞってやってるじゃん。あれをやってたの私は。もう朝のモーニングルーティーンはあれですよ、まずおはスタを見る、まあ、東京の人とは分かるけどおはスタを見た後に島次郎とかやるんですよね。あれ楽しくて私見てたんですけども、7時50分ぐらいになるとなんか協定とかのなんか CM みたいにいろいろ始まるの、あつまんねえなーと思って、それでその辺から私は身支度を始めるんですけども、みんなリビングにこうやって家族、まあ、両親もいるし、私はバッて洗面台にねガシャンって入って、で鍵をカチャって閉めるんですよ。その時にお母さんの化粧ポーチをねゴソゴソしてファンデーションをねポン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 やるの。あの時楽しかったですよ。まぶたの裏にちょっとねこうアイラインをねバレずに引いてみたりとかなんかしてた。そっからが私の一番一大イベント、両親にバレずに外に出ていくっていう。リビングに両親がいるから洗面所から玄関に親に見られずにバッて出ていくっていうことなんですよね。3ヶ月間ぐらいはねちゃんと任務成功みたいな感じで行けてたんですけども、たまたまお父さんがおいちょっとひげ剃りがないからちょっと開けてくれみたいなね、なんかもうすごい急いでんのゴン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 みたいな、ね、すごいねお父さんも遅刻組だったのかわかんないけども、早く開けろってなったから、私もねこうなんか化粧ポーチ広げてるしどうしようしようみたいな、でバーってねこうバスタオルにくるんでねもうバーってその、私はもう お父さんの顔をね一切見ないようにしながらピシッって出ていったら、なんかお母さんがもうそっけない感じで あんたお父さんが用があるから会社に電話しなさいって言ってるよみたいな、えってな何で、とりあえず電話するじゃないですか。したら、あお前化粧してんだってな、んんって、私がしてないよって言ったら、なんかバスタオルになんかあったけどあれお前だろって、ママがそんなことするわけないじゃないか、なんだお前化粧してんのかってなったの。私はどうやってごまかそうかなってなったわけですよ。
野球もやってるし、美意識高いなんて、そんなヘッポコなね、言い訳をするわけにもいかないですから、どうしようって。当時14歳ってこともあって、そんなにね、賢い言い訳ができなかったんですよ。お父さんにね、電話してこうやって。お前はなんで化粧してるんだってなったから、俺はジャニーズになりねえんだよって言ったんですよ。お前、待ってろ。今から家に帰るって。まあお父さん自営業だから、家近いんですよ、会社が。待ってろよ。電話切った瞬間に私はもう殺されるんだなって思ったんですよ。当時のお父さんは男は男らしくっていう感じのね、方針の人だから、あ、私は終わったんだなーってね。お父さんがね、会社から帰ってくるの待ってたんですよ。あの時お父さんこうやって家に帰ってくるわけですよ。早く逃げろーってね、ピンポン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 ってね、連打してんの、インターホン。あー、終わったーってなって、お父さん帰ってきた帰ってきた、ね、とりあえず開けるかって言ったらボーンって開いてドーンですよ。あの時初めて目の前が真っ暗になるんだなっていう経験をしましたね。その時ずっとね殴られながら私をオカマだーってね言われてたんですよね。オカマオカマって。その時の恐怖とオカマっていうのが確実にインプットされてるから余計に私にとってオカマっていう言葉は痛みと恐怖と悪口の3点セットになったわけですよ。だから私は多分今でもああいい印象を抱いてないんだなってなったのかもしれない。他だとなんだろう、まあ、テレビがね全て悪いとは言いたくないですけども、ああいうお姉タレントさんって面白いじゃないですか。でトーク力もあるし、そういう方々が自分のことを自虐してオカマだって言うから、オカマってなんか楽しい面白いもんだろうなっていうね感じにはなってるんじゃないかなって思いますよ。私は、私がそこの本質をこうやってずっと辿っていくと、なんとなくまあ思ってはないと思いますけども、少しこう、上から目線でね、ああ、ああいうことやってるよ、あいつらっていう感じで楽しんでる部分も少なからずあるんじゃないかなと思うんですよ。私もそうだったから、小学校の時。だって面白、でもあんな格好絶対したくないな、みたいなさ。あるじゃないですか。そこまでね、追求しちゃうとね、キリがないから、まあ、私は、あんま好きじゃないなっていうのは、ちゃんと視聴者さんに伝えられたかなと今思ってます。どうでしょうか。めんどくせえやつだな、私。いかがだったでしょうか。本日は少しだけ真面目なお話をさせていただきましたね。ちょっとね、面白い話ではないかもしれないけども、そういうことも大切だなと思ってるんで、この場をお借りして皆さんに私の気持ちを話しました。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、 そしてサブチャンネルお口の秘密箱は毎週土日に更新中です。ぜひチャンネル登録も画面の下からしてねー。また次の動画でお会いしましょう。最近の私のちょっと悩み事なんですけども、カットをいっぱいした動画を更新するのか、それともカットをあんまりせずに、まあ、素も垣間見えつつ字幕でちゃんと補正をするっていう動画、どっちがいいのかなってね思うんですよ。なんかね、ラフに見えるのはあんまりカットしない方がいいと思うんですよね。カットする動画ってさ、結構間を詰めるじゃないですか。なんかピント合ってないのこれ。あ、今日は、あ、で、今日はこれを食べます。イエーイみたいな、なんか、今日は、これを食べていきますみたいな、どっちがいいかっていうことですよ、私が言いたいのは。今日はこのイチゴ、これを、食べます。はい、これは、これ、っていう感じじゃないですか。カットしまくる動画って、まあ今の流行りの YouTuber の方々、多分そういう編集技法を使ってる方多いと思うんですけれども、今日はこれを、なんて書いてんのかな、ちょっと贅沢な濃いめの味わいだそうですよって、なんかそういうその両者の違い、結構ね私が最近見てる YouTuber さんはあんまりカットをしない方がね多いんですけども、先日言ったそのスーツさんっていう方もそうですけども、他の方もねあんまりカットしない人も多いんですよ。とぎもちさんとかもそこまでねカットしないから、あ、見ててなんか勉強になるなって思う。カットって大事だけどな、でも難しいな。皆さんはどっちの動画が好みでしょうか。ぜひご感想お待ちしております。ということで本日はこの辺で終わりましたこれは違うか、ただの早口になっちゃった